さあいよいよ決勝の部を迎えました。全社イコール、ね、これだけ GR スープラ揃うと壮観ですね。かっこいいですね。かっこいいね。あのこのヘッドライトピカピカってやるの、うん、俺もやります。ボタン押してピカ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 って。さあいよいよルーツサムライ X カップ2019子供の部の決勝を迎えました。土屋さん、はい、ポイントはどこですか。ポイントはやっぱりタイヤの使い方でしょう、はい、鈴鹿は本当にタイヤ摩耗するんでね、だからその摩耗をいつ使うのかっていう、だからまあさっきも言いましたけど残り2周からみんな勝負かけると思いますよ、はい、決勝はこの鈴鹿サーキットで行われます。周回数は5周です。さあ間もなくスタートになります。ルーツサムライ X カップ2019子供の部、いよいよファイナルです。各ドライバーも緊張の一瞬です。スタート土屋さん大事ですね。いや大事ですよ。さくら君と、さあ今スタートしました。綺麗なスタートですね。うまいうまいうまい。さくらがいいスタートを切っていました。バイパーもかなりいいスタートを切ったのではないでしょうか、はい、お早くもサイドバイサイドバイパーが外からかぶせていけるかどうか。まずは先頭でさくら、その後ランス、順位通りでいきますが内側を攻め込んでいくのはペンタンバンです。これはねいいスタートだな。神奈川トヨペットワンツー組んでる、ね、ワンツーですね今ね。あでもただまだ分からないですね。土屋さんがおっしゃったようにいかに省エネでいけるかって大事なんですよね。いやそうなんですけど、これもしかしたら神奈川同盟組んでるかもしれないですよこれ。あなるほど。もしかしたらチームオーダー出てますかねこれ。そうそうそう、うん、これだからあのやっぱりこの先頭に立ってる今さくら選手のペース配分がやっぱりどこまでこうペースを作るかってことですね。土屋さんある意味起点になるんですね、うん。いやでもこれ1周目からみんな呪術つなぎですごいですね。結構同一車種だから面白いですね。これでもさ、こう神奈川がチーム同盟組んでさ、はい、さくら君をランス君が逃がすような作戦出たら面白いよね。そうですよね。おっとここで、おーおーあサイドが崩れたぞ。今つっついたよね。はい。さあここで順位が入れ替わっています。ランス選手、ランスがトップ、さくらが現在3番手です。はい、まあ、今のはもうしょうがないよね。池谷先輩4番手、レーシングアクシデントだよね。さあスプーン、あちゃんと開けていいんで、サイドバイサイドでここで一気に抜きにかかろうかというところですが、まださくらが外からかぶせていきます。あやっぱインに入った分加速が悪かったですね。そう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 、これ結構みんなついてくね。おちょっとすごいな、6番手ですよね。スリップ効いたね。入った、あサイドバイサイド当たるなよ。うわ当たった、ほとんど差がない状況。おー乱れた、なんかヤマケンと関口夕日すごい団子状態でスケに入ってきます。今のアングルは完全に関口さんのアングルですよね。いや本当にそう。さくらどうした。さあ最終コーナー、いやでもスリップ効くからね。そうですね。さあまず1周目ランス先頭です。土屋さんもうこの GR スープラのやっぱりマシン性能としてはどういう車になります。いややっぱりねトヨタは仕上げてきますよ。あ、まあ、だからタイヤにとっても優しい車だったりしますか。やっぱりしますね、うんうん、やっぱり BMW と共同開発してる車なんで、はいはい、かなりレベルは高いですよ、うん、やっぱトヨタにはね86を作ったっていうね歴史がありますからね、はい、で今やっぱりトヨタ86と BRZ ってどんどん良くなってますから。そうですよね。さあランスに仕掛けられるか、まあ、さくらがねどこで仕掛けるかだよ ね、まあ、スリップには入れる距離にいますからね。そうですよ、自力で速いからあとまだ周回ありますからね。ああそうだからもうチャンスはさ1周の中でバックストレートもあるしホームストレートもあるしね。はい、だからやっぱそこでスリップがちゃんと効いてれば 130R 手前で抜けるんですよ、うん、あとは試験のブレーキングね。そうですね。そう、あだいぶ来ましたね。あおおおスプーン1つ目、まだ2周目です、ね、この辺なんかもうバッチリスリップ効くからね。あこれはいけるな、 130R で1台もうこれでもスリップ効いてますからね。はい、おお、スタジオライン動かした。まずは仕掛けどころ。ブロックしてんな。これやっぱみんな上手いですよ。上手い上手い上手い。僕なら追突しちゃいますもん。さあポイントはこの
日立オートモティブシステムズ社員です。それぞれの県の代表だからね。ああ、そこもあんなクリアです。うまいね、うまいうまい。いやー、そこ試験のとこうまいっすね、みんな ね。あ、ランス先頭。これ2番手は小林くんなんですかね。名前があれですけど ね、はい、多分小林くんですよね。さあ、小林くん外に振った。これはいい勝負だ。ほとんど差がありません。まあ、3周目入ってランス選手、まあ、まだトップですけど、土屋さん、やっぱつつかれてる感じがしてちょっと嫌ですよね。まあでもね、そのランスの場合バトルしてないでしょ、はい、だからタイヤの摩耗はそんなに減ってはいないと思うんだよね。むしろ2、3、4番手の方がタイヤの摩耗はきついと思うな、バトルをしてるんでね。なるほど。おー、さくら選手が出口で、あ、ここで一気に抜きにかかりましたね。行くね、アウトから。さくらが通行が抜けない。最後内から守る、守る、守ります。そうですよね。そして一気にバイパーが4番手、ね、マジか、そっち、すごいな。外に打ち出されてさくら5番手に交代です。やっぱあそこイン行って前出ちゃうともう行き場ないですもんね。ないよね、ないよね。これだから実車と一緒ですよ。一緒一緒一緒。これやっちゃうとですから、あと終盤土屋さんがおっしゃったポイントになる、残り2周厳しくなりますもんね。そうなんですよね。そういう意味ではランスと小林にとっては楽になった展開か、うん、と思いますよ。2台で逃げれますからね。あ、でも自力で早いな。お前お前出ていった。あ、ここで大幅にペンチャンワン落としています。ペンチャンワン、さらに楽になったのはランス小林です。これでも小林くんも狙ってますね。いい感じで相手を狙ってますね。そうだね、この1位2位はね。神奈川 VS 茨城。あー、オーバーラン、さくら選手。さ、ここでさくらが3番手にまた戻ってきました。バイパー4番手、池谷先輩5番手、ハルト6番手、ペンチャンワンが先ほどのコースアウトもあって7番手に下がっています。インで、ね、距離を稼いだランス君、うん、インはダスティじゃないんでしょうか。あ、4周目どこで来た、小林が仕掛けてくるか。いや、うまいですよコース。いや、うまいね、うまいよね、うまい。実車みたい。どこでプレッシャーをかけていくか、かなりのこれ土屋さんプレッシャーにはなってるんですか、ランス。あ、なってると思いますよ。ランスはちょっとこうフラ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 してきたかな、うん。これあのタイヤの、ね、スキル音で少しずつこうタイヤが滑ってる感じも本当に実車のようになってますからね、乗っててもそうですけど。さあ、小林くん、近づいてきたよ。さあ、ここで後ろから桜も迫っている、うん、桜も来てる。そして4台目バイパーも迫ってきました。いや、上手だな。これ2周に入ってから、いや、こんな好配列が崩れません。素晴らしい戦いになりました。トヨタさんは嬉しくてしょうがないでしょうね、秋代さんは、ね、あー、オーバーできる。あー、ランスミス、ランスミス、ランスにミスが出ました。今インディ2台が変わっています。ちょっと気にしちゃいましたね。そう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 、ラインがないけど締めちゃ悪いしと思って打角深く入れちゃいましたね。これ行くな、バイパー。あ、おバイパー、あ、バイパー行くね。小林、バイパー、さくら、池谷先輩、ランス5番手に交代です。これででも勢いのあるさくら選手がまた最後来るかもしれませんね。いや、さくらはこのスプーン2個目早いんだよね、うん、だから130あるまでに抜けると思うな。ほんま2秒の差しかありません。さあ、ここでバイパー仕掛けた、外に持ち出して、さあどうか、バイパー抜きされるか。うわ、ここで抜き去った、いった、ここで抜き去ってバイパー先頭、小林が追っていく、抜き返すか。さあ、千葉代表のスペインで勝負、スペインで勝負。さくら、さくら行ったか、試験し、当てない。ここで外からかぶせるが、さくら抜くことはできません。さあ、残り1周、残り1周、クロス、クロスラインかけた、うん、行くね。内側から仕掛けに入るか、これイン入るかな。ああ、勝負はラスト1周です。小林選手意外に伸びなかったな。伸びないね、伸びないですね。子供の部、うん、ここで3ワイド、3ワイド、さくらトップ、さくらトップ、大外から抜き去りました。さくら、すごい、1コーナーで一気に2台を抜き去りました。これピエール北川さんは大外刈りって言うんですよ。やばい、大外刈り来たって言いますからね。さくら、すごい、すごいな、うまいな、うまい、今のはうまいな。っていうか狙ってましたもんね、つやさんね、今ね、ずっと4周待って1コーナーアウトから。
いやでも土屋さんね、さくら選手はちょっとミスもある中で諦めなかったっすね。そうすごいな。あれな、小林選手の伸びがないんですよね、車がね。伸びないね。ね、伸びないですね。現在先頭は3ワイドから一気にトップに立ちましたさくらです。それをバイパーエボリューション、小林もまた順位を上げてきましたが、ちょっと厳しいか。このラインなら立ち上がり早いんじゃないか。さくらも暴れてる。さくらも暴れてる。バイパーレボリューションって感じだね。さあここでソダリ吉田、さあサイドアイサイ サイドかぶせることができるかどうか。ここはさくらが守ります。届かない。うわきついな。2つ目、あ後ろの小林も迫ってきた。小林も迫ってきたぞ。立ち上がり。おお、わからない。さあ来たぞ小林くん。来た。小林も来た。スリップに入るぞ。お勝負はここか。ここでバイパー並んで、さあさらに、あスリップ効いた。スリップ効いた。来た。順位入れ替わる。バイパー先頭、小林2番手、さくら3番手交代。勝負は試験勝負。バイパー守るか。小林かぶせられた。うわ守った。最終コーナー立ち上がって、さあバイパー逆転勝利。いやおめでとう千葉代表バイパーレボリューション。すごい。さあまずは優勝者に素敵な副賞が贈られます。おめでとうございます。そしてこちら子供どもの優勝のパネルです。改めてバイパーレボリューション選手おめでとうございます。そして見事な優勝カップです。おめでとう。盛大な拍手を。バイパーレボリューション選手、あのフォーミュラー1みたいに上にこうやってトロフィーをこうやってやって写真撮ってもらえばいいです。イエーイ。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、お願いします。拍手の方が手渡されました。そして2位のパネルです。いやー分かるね。おめでとうございます。小林選手、いや子供の分だとね、本当に若い選手ですね。とても嬉しいです。あのグランツーリスモはやり始めてどれくらい経つですか？大体6年ぐらい。6年です。やっぱり今日のレース改めてご自身の中ではどれくらいの、ま、何点つけるレースでした？今回は3位以内、まあ、上位取れればいいなと思ったんですけど、表彰式に登れ、表彰台に登れたんでよかったです。素晴らしい準優勝おめでとうございます。そして改めて優勝の今のお気持ち聞かせてください。表彰台のてっぺんです。あのこのような場所に登れて本当に光栄です。あのご自身にとって、よくねベタな質問ですけど、ご自身にとってグランツーリスモ、こういうふうに人生が変わっていったと思います。改めてどんなものですか、グランツーリスモスポーツは？そうですね、本当にただ車が好きで始めたグランツーリスモですけど、それがこのようななんかオフラインの環境でいろんな人たちと知り合えて大会で競い合えるっていうのはとても素晴らしいことで、僕もとても今それを楽しんでいます。素晴らしいコメント、改めて優勝おめでとうございます。以上でございます。